ラングレーはアメリカ海軍の航空母艦、インディペンデンス級航空母艦の6番艦として建造された。艦名はサミュエル・ラングレーにちなみ、アメリカ海軍最初の航空母艦で1942年2月27日、撃沈されたラングレーの名を受け継いだ。ラングレーはニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で建造された。当初は軽巡洋艦ファーゴとして発注されたが、1942年4月の寄港時までに船体と機関を流用した航空母艦へと変更された。艦名も当初はクラウンポイントだったが、11月13日に先代の艦名を受け継ぐ形でラングレーと改称される。1943年8月に初代艦長 W.M. 理論大佐の指揮の下就役し、同年末に太平洋戦線に配備される。コブラ台風に翻弄されるラングレー。1944年12月18日。ラングレーは、初陣として1944年1月から2月にかけてのマーシャル諸島攻略に参加した。続く4ヶ月にわたってラングレーは、第58任務部隊の一翼を担う。ラングレーの艦載機は、太平洋中部とニューギニア西部の日本軍基地への攻撃を行った。1944年6月19日と20日のマリアナ沖海戦には第 58.4 任務軍の一艦として参加している。ラングレーは8月から9月のパラオ攻略支援とフィリピン攻撃、10月からの台湾、沖縄攻撃に参加し、10月23日から25日にかけてのレイテ沖海戦には第 38.3 任務軍に属して参加した。11月から12月にかけても引き続きフィリピン攻撃の支援を行った。12月18日に遭遇したコブラ台風により、ラングレーの船体は左右に35度傾くなどしたものの、幸い被害はなかった。1945年1月から2月にかけては、第3艦隊及び第5艦隊の一部として1月に南シナ海、2月以降は、日本本土及び硫黄島への攻撃を行う。4月には、坊ノ岬沖海戦に参加し、戦艦大和が率いる艦隊に対しての攻撃に加わり、大和の撃沈に貢献した。ラングレーは6月から7月にかけて、本国でオーバーホールを行い、8月の終戦時には太平洋上にあった。ラングレーは戦後、福音兵機関のマジックカーペット作戦に従事し、太平洋から帰還後1945年11月から1946年1月まで大西洋で同様の任務を行った。その後フィラデルフィアで不活性化が行われ、1947年2月に予備役となった。1951年初めにモスボール化が解かれ、相互防衛援助計画の下のフランスに移管される。ラングレーは第二次世界大戦の戦功で9つの従軍聖章を受章した。ありがとうございます。